橋尾馬之助明治元年4月8日は、幕末の阿波国出身の人物で、北進一刀流剣術大目録改伝の剣豪。北進一刀流剣術を家長千葉道場で、千葉貞吉、千葉重太郎に指示した。八丁堀に、北進一刀流剣術道場も。主だった役職は、新潮組剣術教授方や、肝入役。新潮組での配下には、新選組。 沖田総治の義兄、沖田林太郎もいた。もともと後部合体論者であったが、新朝組を脱退後は、維新の志士として、尊能開国、倒幕運動も支援し、明治維新に助力している。右、柏馬之助天保九年阿波国美馬軍貞光に、八須賀家,家臣、柏義吉の次男として生まれる。北新一刀流剣術を家長千葉道場で、千葉貞吉。 千葉重太郎の門弟となり、北進一東流剣術大目録改伝を授けられる。同期同門に千葉さなこ、坂本龍馬などがいた。江戸八丁堀に医師、北進一東流剣術の道場も任されており、坂池家,家臣などを門下生として要する。北進一東流剣術伊藤道場ともつながりが深い。菅野六郎など、 新選組や新長組などに入隊している弟子も多い。文久3年、尊老上位急進派団体、古尾の会の中心人物、清川八郎、山岡哲秀、村上俊五郎、石坂修造らは、老仕組を結成した。老仕組は、清川が前年に山岡を通じて幕府に権限した、憲白書、旧武三策によって、上位団体として、 幕府のお墨付きを得ていた。幕府としては治安を脅かす尊能上位、勤農派の武士を一括りに管理できる都合の良い団体を作る心積もりであったが、清川にとっては幕府公認で先鋭的な尊能上位団体を作るための幕府の裏を書いた策略だった。文久3年2月3日、4日両日をかけて、 呂氏を含む1000名以上の中より234名の主連が松平忠都山岡哲秀らにより選抜され、即日江戸を出発した。村上らと同じ呂氏組6番隊で中仙道を上落する。柏は小頭役も務めた。道中、宿の手配のため先行させていた近藤勇、肘方都三、造、沖田総治、長倉新八ら。 天然理神流剣術師栄官一派や、芹沢カモラ・ミトの上位過激派も六番隊に合流した。老子組六番隊は、このように、後に幕末を賑やかす早々たる人物が集まっている。三部村宿割では、カシオ、村上らは、三部村、カイショ、芹沢、近藤らは、ヤギ家と分かれて宿を取っているが、この宿割は、 直後の老子組分裂時に大きな影響を及ぼすこととなった。幕府の意表をつく、清川の尊能上位の上司書が朝廷に受理され、朝廷の直上を受けた老子組は同年3月に京都を出発して江戸へ寄付する。しかし同じ6番隊ではあるが、幕府への裏切りとも取れる清川の行動に反発した近藤、芹沢らに家宿泊組と、 根岸とも山市原は、三部村に残ることとなり、他元を分かった。三部村に残った、老仕組隊員は、三部老仕組を名乗り、後に新選組となっている。同年4月、清川がすでに上位強硬派の急戦法としていた、老仕組を、尊能、倒幕運動の切り札に使うと危惧した幕府は、佐々木忠三郎ら四角を差し向け、麻布一の端にて清川を暗殺した。 前後して、古尾の会出身者は、村上、石坂ら多くが捕獲され、老子組は解体されることとなった。清川札害から間を置かず、老子組は幕府により再編され、同年4月15日に、江戸市中の治安機関、新町組として大きく方向性を変える。新町組は、江戸の治安維持が組の主な役割で、尊老上位派の不穏分子の取り締まりという、 老氏組と対局の役割も負わされた。しかし老氏組、清川の影響などから、尊老上位志向の強い隊員も多く、組の発足当初は、新選組ほどの過激な取り締まりは少なかった。また、新選組のような隊員の粛清などもほとんどなかったとされる。当所は、江戸本所などにあった。歌は、新長組結成初期から、組頭や、肝入役を務めていたが、 同年6月に204名の全隊員で行われた激剣試合を勝ち抜き、新調組剣術教授方にも任命される。同郷の山田監視に代わり、隊員に稽古をつける傍ら、実動隊としても2番隊肝入り役などとして、江戸市中の警戒業務も担っていた。前述の通り剣術は、北新一刀流剣術大目録改伝と白尾の腕前。 極めて優れた剣士として評価されていた上、人間的にも実直な人柄で剣術の指導や体の統率にも優れており、新重組では、剣術教授片大稽古に加え体の肝入り役を、北進一刀流では、剣術道場を任されるほどであった。現時元年に、新重組が、庄内藩預かりとなる。庄内藩の砂漠強硬派からの影響で、新重組が次第に、 砂漠へと傾向を強めると、新朝組を脱退した。脱退前より、省内藩恩賢派や、幕府の元軍官部業で、後部合体派のかつ改修、桶上千葉道場同期道門の開援隊、坂本龍馬らとも懇意であった上に、省内藩改革派や、後部合体派、上位派も、県の腕前や人柄を頼りに、歌手尾に接近、彼らに、維新の死として力を貸すこととなる。 幕府砂漠派や省内藩保守強硬派に批判的な脱退だったこともあり、自身の身の上も危うい立場だったにもかかわらず、省内藩恩賢派や幕府恩賢派、上位派の養人敬語を行ったり、尊能上位派、倒幕派、勤農派武士をかくまったりしている。晩年には、病の養生のため、阿波へ帰京した。慶応4年4月8日没。去年31。 近代の幕開けと、ほぼ同じくして人生に幕を下ろす。開名は、竹賢院、吉秀勝縁肥行孤児。墓所は、故郷、徳島県美馬郡剣町貞光の菓置墓地内。馬之助の妻は、千葉家出身で若く優秀な北新一刀流子たちの使い手であったこともあり、馬之助没後に、岐阜の吉蔵から実家に帰ることを勧められている。卑怯に際し、 実家より持参していた担当一振りを貸し置けに残した。なお、貸し置けの家督は、貸手を吉蔵の長男で実刑の貸しを元左衛門が継いでいる。家門は丸に三つ歌手は、北新一刀流剣術関係の文献や、元爆心など当事者への取材をもとにした、下沢博士の歴史読み物に比較的多く登場するが、アワイの奇境は知られるところではなかったか。 晩年の記録はほとんどない。ありがとうございます。